横浜の MAJ に来ております。私のですね、愛するビートルですね、売りに来たんですが、その時にですね、またまたいい車ありました。こちらなんですよ。私は個人的にはですね、このジャガー、これいいですよね。これもいいんですが、今回はですね、ジャガーではなくてこちらです。ラブホー2です。このラブホーの1というのは皆さん知ってますか？思い出してください。あのですね、キムタクが乗ってましたですね。すごいショックだったの、あの時。トロキューみたいな形で、今どうしてもですね、この SUV って言うと、これこそオールドワールドですね、意外とガッチリしてるんですけども、SUV でありながら、丸く、トロキューという感じが出た時、あ、車の時代変わったな、ということで、日本でも大人気だったんですね。しかしですね、ラブホーの2、そんなに人気なかったんですよ。あー、ラブホー1の方が良かったなと思っていたんですけども、時が流れました。何十年も時が流れるとですね、これ面白いもんですよね。かっこよく見えてる。学校に行って制服を着てる時にそんなに可愛いと思わなかったんだけども、卒業してあれ社会人になって街で出会うと、お前って本当はこんな綺麗だったの、そんなに胸大きかったの、そんなに足良かったの、しまった、しまったくんなんですよ、このラブホー。さあお兄さん、はい、そうですよね、しまったくんです、しまってね。実はラブホー2いいよね。平成12年ってことで、はい、22年ぐらい前ですか？それぐらい経ちますね。はい、3ドアに、ね、5ドア、まあ4枚ドアで、そう、そうなんだよ、ほら今のね、ラブホーって大人気なんですけども、あれはもうごついでしょ。あれもいいんですけどね、この2ドアのね、一つ前後ろが来て3ドアって言うんですけども、これです、これが狙い目なんですよ、皆さんね。はい、さらにさっき言ってたチョロキューじゃないですけど、後ろにこう10円玉刺せるほら、で、これなんかあれですよね、ちょっとこれにまたちょっとここは好みで、好みでね、トヨタないし ね、輸出用のちょっとなんかね、トヨタって言ってます。で、またこれはですね、得意なMAJ 得意のこの侍なんていうの、サムライベージュです。サムライベージュ、勝手な名前つけてますよね。サムライでもないのに綺麗綺麗です。なにこれ、5万キロまだ走ってないです。あ、そう、はい、外せるんですよ、これ。あ、これすごい、パンダみたいじゃないですか。外すってことは、これはもういらないってことね。で、持ち上げると、うん、食べれる。あ、これ、ここでお茶を飲むこれね、実は僕最初にこれを見たのはパンダ1、はい、パンダ1をこれやったんですよ。つけないと開かないの。開かないわけないでしょ。開かなかったらだってお茶飲めないもんね意味わかんなくなっちゃうね。多分開けるのにね、2時間かかりますよダメだってことですね。え、開かない、開かないってことですね。え、ということはおしゃれにこう座って海を見れないじゃんあ、そう、じゃあやめましょう自転車だったら入るかなって。あ、そういうことね、はい、外すことによって荷物は、そうです、あ、普通ドアなんで使い勝手は悪いんですけど、うん、外せば大きな荷物もその時は。これはもうね、使い勝手が悪いっていうか、こっちの方がかっこいいっていう、もう最近もうごっついのが多すぎるじゃないですか。このぐらいのシャープは大事。これ SUV の2ドアなんて贅沢だよね。贅沢ですね、ね、3ドアなんて。ということで皆さん、これあれですね、外さなくてもいいとそんなにね、余計なことしなくていいです。安全ロックみたいなこと聞いてるんで、これ入れた瞬間にこれが動くようになって。ああ、そういうこと。これ実はすごいなと思って、ちょっと見てください。これなんでもないんですけども、これ荷物をついてですね、これもう22年前ですよ。でこういうとこはダラーンとしちゃって、ボーリングのためとか入れてるとですね、これがビヨンと伸びたんですけども、こういうちょっとしたことなんですけども、いいじゃないですか。なんか全然使った跡がない。でこの辺も綺麗だし、まあ MJ もともとね、こういうのを綺麗にしてるんですけども、ちょっと見てください、ほら内装もほら、もうこのぐらいからやっとですね、正直言ってナビがあるということで。いや、ナビは新しめのものをつけた。つけました。おお、いや、偉いな、さすがにさ。この中でもね、遊んでるんでしょ、どうせ。いや、フラ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 ベース車両が程度のいいもので、うん、こちらワンオーナーで、記録号これ。これワンオーナー、ワンオーナー車です。ワンオーナーなの。記録号書ききれないぐらい。トヨタで。トヨタで全部。あ、ちゃんとした人だ。全部。偉い。毎年トヨタカローラのね、はい、あー、知ってる知ってる、変わりましたよ。あと整備しっかりしてる。うわー、すごい。必ずですね、1年に1回はきっちり整備してますね。あの、車検じゃなくて定期点検を1年に1回やってる。偉い。これだけでも宝物ですよ。
あ、これはちゃんとした車なんだ。これそのまんまやれて海外に輸出されちゃうんだったらちょっとかわいそうだなと思って、うん、息を吹いて。これさ、はい、こういうところ全然ダメージないじゃないですか。あとまあトヨタの車だからかもわかんないですけども、これは例えば船主さんだとね、こういうとこがねベタついたりして全然するのか。ちょっと運転手側回りましょうか。これ車検はないのね。今車検はないんですけど2年になります。なんかメーター周りがなんかいいですね、これ白 で、ね、あ、いい、これ変えた、変えました。いいな、エンジンかかるかな。うわ、いい、すごく、これは何、これは、これは携帯のホルダーをつけてたんだ。剥がしちゃうと跡が残っちゃうんで、うん、また同じようなものをつけてくださいね。なるほどね。なんかコンパクトでいいね。携帯電話が接続できませんでした。携帯電話を忘れていませんか。忘れてないよね。あ、Bluetoothついてていいよね。自分の中のね、音楽全部聴けるから。ライトフリーも使います。あ、そう。でこういうとこ、このままあの、サムライね、サムライベージュ、ベージュに塗り替えてるから。これもなんかちゃんと磨いてますね、色がね。普通白っちゃけてる。ここは白消しブラックで再塗装してます。え、はい、もう一回塗装してんだ。そうです。抜かりやないね。これホイールは、これも純正なんですけど、うん、純正ホイールを、これ純正ホイールを塗り替えてんだ、はい、それっぽくしました。でタイヤは、タイヤはフットリッチ新品です、うん、ーオールテレン。ちょっと金かけすぎてんじゃない。いや、もっとかけちゃったんですよ。これフットライト綺麗だね。すごく磨くんですけど、うん、磨いても綺麗にならなかったんで、うん、新品に。あら、買いました。そうだよね、これ磨いた感じじゃないもんね。新品買いちゃいました。これはつけて、はい、ここ塗ったんだ。ここ塗りました。これもともとはメッキじゃないですね、あの灰色っぽいような。あ、普通のグレーです。なんかあれだよね、今時うちのあれですね、スタッフが好きそうなあれですよね。新鮮だね。新鮮ですよね。一瞬何の車か分かんなくなっちゃいますよ、うん、でね、ツードアの SUV っていうのかな、こういう方は僕は個人的に好きだね。今はさ、何でもさ大は小を兼ねるって感じでさ、どんどん大きすぎちゃって、ね、大きすぎて、なんか、はい、俺から見るとちょっといまいちだなと思ったんですけども、だからそういう意味で言うとツードアがいいんですよ、皆さん。あとちょっともう少し最後皆さん行ってくださいよ、いいところ。エンジンやってる。さすがにあれだけ記録簿があるだけやって、うん、ちょっとバッチリなんですよ。お正月みたいですね。え、なんかお正月みたいじゃないですか。これは22年前のエンジンにしてデザインこう、いや、そうだ、いい感じの最近のデザインみたいだね。そうです。このボディの大きさで 1800cc あるんで、ね、十分。これさ、お兄さんさ、はい、手にすぎ、やりすぎました。やりすぎてますよ、これ。いや、マジで。MAJ はね、正直言ってね、俺これ値段まだ聞いてませんけど、高いと思う。普通のラブ4よりも。これだけ新品、普通にこれ磨いてね、はい、これ塗って普通ですよね。磨いても、もうさすがに20年経ったらヘッドライトは綺麗にならなかったので。うん。じゃあ、俺は本当にダメ男ですよね。さっきもね、ビートルってね、悲しみを、で、打ちひしがれてたんですけども、欲しくなっちゃう。帰りこれ乗って帰りたいと。おすすめの一台なんですよね。うん、はい、ローバーなんかもそうなんですけども、こういうクーペっぽい感じしてるじゃないですか。だからこれからはスポーツカーでありながら SUV っていうのが時代のトレンドになっていくと思うんだよね。ごついんじゃなくてオープンカーなんだけど SUV、 そういう形でいくとですね、ツードア、まあまあ実際スリードアなんですけども、このですね、この感覚が明日です。綺麗なんですけど、うん、絶版になってまして、うん、ずっと探したんですよ。あ、これね、この車の、うん、結構特殊で、ルーフレールにこう挟むタイプじゃなくて、うん、車種専用のものがあるんですけど、うん、奇跡的に在庫を見つけて、うん、あった。僕がしつこく検索してたら、これを取り扱うショップの人が気づいたのか、うん、ある日突然、今まで掲載なかったものが出てたんですよ。あ、これもお宝ってことだよね。お宝の一品ですね。このステイが大事です。あ、もうおそらく手に入らない。手に入んない、はい、うまいですね。何言ってんの、コルタのさ、今非常に時代の中で意外とおとなしくしてますね。言ってない。ちょこ、でもね、この前の上のね、ジムの人に聞いたんですよ、はい、ちょろちょろしてて。そうですね。大体月曜日は2日なんですけど、今週はちょっとまん延防止なんで、うん、そうだよね、いい子にしてましたね。そうだよね、もうね。さあ、それじゃあですね、気になるのはですね、このいい子のね、ラブ4-2のお値段ですが、おいくらでしょうか。い
乗り出し価格で。乗り出しって何？2年車検を取って、うん、車検費用、税金全部込み込みで込みになります。はい、で、検討引き渡し価格が163万円、うん、高いよ。それ高いっちゃ高いんじゃない？高いって高いよね。高いと思います。高いですよ。高い。だから勝手にこれ オーダーしてたんですよね、ライト。あ、いや、もう新品、ヘッドライトも新品。だからそこまでしなくてよかったんですよ。これも実は新品です。熱く語ってるけど、僕個人としてはこれいらなかったんですよ。これはね、すっきりしてしつこいじゃないですか。これはね、やっぱね、あった方が映えるんですよ。海外ではあの上に椅子をつけて乗って動いてるんですよ。海外じゃないからね、いらないですよ。163が確実に。おじさんが7回飲みに行かなきゃいいんですよ。そう、わかりました。気に悪いんですけど。気に悪い。限界価格で155万円で。150ですか。155で。お願いします。155で。もうお兄さんがここでいるんだったらね、紹介精一杯、ちゃんと。そうですね。ってことでね、ラブホー2、私大好きです。155万、どうでしょうか。ペリー東のお笑いバックドロップ、登録お願いします。よろしく。